大リーグ9年目のシーズンを迎えた野茂英雄。去年チームトップの16勝を挙げて揺るぎない存在感を示しました。今年は名門ドジャースのエースピッチャーとして悲願の初優勝を目指します。やっぱまずは、怪我さず1年間ローテーション、まあシーズンローテーションを崩さずに回るということはまあ一番ですし、まあ、プレーオフに出るということも大事ですし、できればワールドシーズンに出てワールドチャンピオンにもなりたいですし。大リーガー野茂の原点は15年前の社会人野球にあります。トルネード投法を完成させ必殺のフォークボールをマスター。才能を認められソウルオリンピックのメンバーに選ばれました。目標っていうか向こうで人暴れして目立っていきたいですね。エースとしてマウンドに立ち銀メダルを獲得する原動力となりました。これをきっかけに野茂は世界へと目を向け始めます。翌年プロ野球近鉄に入団、最多勝、奪三振王、MVP など数々の賞を総なめにします。そして95年、プロ野球入った時から、大リーグでやってみたいという夢を持ってましたから、まあ、それで、まあ、この時期に今だと思って決めました。野茂の大リーグデビューは鮮烈なものとなりました。1年目から13勝をマーク、奪三振王と新人王のタイトルを獲得します。さらに翌年にはノーヒットノーランを達成。野茂は日本で活躍する選手たちに大きな刺激を与えました。先発、中継ぎ、抑え、そして首位打者、日本を代表する選手たちが次々と海を渡ります。どんどん来ると思ってましたね。共通のものはやっぱり何でしょうね、やっぱ憧れてるんでしょうね、やっぱりね。やっぱり世界中っていうか、まあ野球やってる国だけですけど、まあ、世界でまあ実力の選手が集まってやってる場所ですから、やっぱ憧れますよね。しかし新たな挑戦は時に苦難を伴います。98年、野茂は右肘の手術とスランプからわずか2勝に終わりました。その後3年間で4つのチームを転々と渡り歩く放浪生活。野茂はトレーニング方法を徹底的に見直して巻き返しのチャンスを伺います。そしてレッドソックスに移籍した2001年4月、野茂の見事な復活劇でした。まあ、失敗しなきゃまあ分からないところがやっぱ ありますし、僕もやっぱり失敗かなり失敗したから今の僕があるわけで、その失敗が失敗であるということを知るにはやっぱり失敗しなきゃいけないので。
野球を志す若者たちの力になりたい。野茂が新たな一歩を踏み出しました。去年、独立リーグパイオニアーズの共同オーナーとなったのです。秋には日本で入団テストを実施しました。さらにこの春には日本の社会人チームを設立。野球の裾野を少しでも広げたいという思いからです。しっかり取らないと差し込まれたまあ自分自身もそうだったように、やはりこう人間まあ育つところというか、失敗ができたりいろんな経験ができたりというところがやっぱり大事だと思うので、そうしてワンステップして大きく育っていくケースもありますし、今やっぱり日本にはそういう場がやっぱり少なくなってきてるので。海を渡った挑戦者たちの8年。時に挫折し、打ちのめされても、その流れが途切れることはありませんでした。そして史上17人目の日本人大リーガー、松井秀喜。いや、もうそれはすごい活躍してほしいですけどね。やっぱりみんな活躍すればすごいいい影響を与えると思いますしね、まあ、もっともっとこう入れ替わり立ち替わりすればどうでしょうね。野球のレベル、世界の野球のレベル、どんどん上がっていくんじゃないでしょうかね。野茂英雄、35歳。新しい挑戦のシーズンが、まもなく幕を開けます。